サンマルティーニョでデティバイス修道院は、ポルトガルブラガ近郊の村、ティバイスにある修道院。かつて、教会の重厚なバロック様式装飾で有名で、ポルトガルとブラジルで活動する、ベネディクト修道会の母体であった。教会のファサードを望む教会の内装。奥は、主礼拝堂、ティバイス修道院を作った信徒たちの共同体の、歴史は、6世紀に始まる。 1060年頃にティバイスに修道院が建てられ、1110年にポルトカーでハクエンリケデボルゴーニャによって廃領地の権利を得た。中世の間、ポルトガル王国独立後、豊かで膨大な北部の資産が修道院の所有となった。17世紀から18世紀にかけ再建されたため、初期の頃の建築の残骸は何も残っていない。1567年。 ティヴァイス修道院は、ポルトガルと植民地ブラジルにおけるベネディクト会の母体修道院となった。ティヴァイスで最初に修道会として立ち上げられたのは1570年で、ある。17世紀初頭、かつての建物の状態の悪さと潤沢な資産の状態から、修道士たちは、現在もある建物の建設を始めた。彼らは、最初に回廊と教会を建てた。 これらは建築家、マヌエル・アルバレスとジョアン・トリアーノの手によって、マニエリスム様式で1628年から1661年の間に建てられた。18世紀初めまでに、修道院の門番後や、共同寝室、ゲストハウス、聖堂参事会会議所、図書館を含む、新翼が完成した。17世紀から18世紀にかけ、 修道院は重要な芸術活動の拠点となり、ポルトガル北部のバロックロココ芸術で膨大な影響を与えた。特に教会の装飾はポルトガルバロックの画期的な仕事とされている。アレルがままの廃墟と化していた修道院と周囲一体は1864年に競売に出された。食道用回路を含む内部の大部分は1894年の 火事で失われた。1986年に修道院は国有となり、広範囲にわたる修繕再建計画が今日まで続けられている。ありがとうございます。